花アンあ,あらすじグッバイ花先生6月9日出版されたばかりの花の新作「タンポポの目」を携えて梶原が東京から甲府の安藤家に花を訪問梶原が立ち上げた新しい出版社で働いてほしいと花に頼みに来たのです梶原の誘いに心が動く花でしたが 藤谷修造のことを思うと、花は、甲府の家族のもとを離れて、東京に行くとは、口に出せません。梶原は、諦めて東京に戻りました。その夜、花は、ハスコに宛てた手紙を書きました。一方で、花が勤めている小学校では、花が東京に行くという噂が広がっていました。その噂を聞いて、焦りを感じた朝市は、 花に告白しようと決意。ある日、大事な話があると、花に告げ、教会の図書室で待ち合わせすることになりました。62は、6月10日。ある日、安藤家に、サダという名の女が、突然姿を現しました。かつて、吉平と夫婦同然に、暮らし結婚の約束をしたと語るサダ。キチは、 そんなことをしないと反論する、富士。しかし、貞は、証拠と吉平に突きつけます。修造をはじめ、家族が言葉を失っているところに、吉平が帰宅。吉平は、貞は、夫のいる女だと富士に説明するものの、貞との間には何もないとは断言しきれず、ついに、吉平は A から追い出されてしまいました。吉平は、 朝市の計らいによって教会の図書室に泊まらせてもらうことになったものの富士と家族の怒りは収まらないのでした63話6月11日吉平が教会の図書室で寝泊まりしていると朝市から聞いた花は吉平を尋ねると定との間に間違いはなかったと言い切らなかったのはなぜかと吉平を詰め寄り 基地兵をかばおうとする朝市とも喧嘩になってしまいました。そんなある日、数日前に手紙を送ったハスコから、花に返事の手紙が届きました。その頃ハスコは、娘の冬子をおさむ和女学校に入学させようと奔走。しかし、デンスケが娘の演談を進めていた事実が発覚。ハスコは、 デンス家との結婚生活に希望を失ってしまいます一方吉平が富士に謝るため家に戻ってくると修造が突然倒れてしまうのでした